TikTok でバズった陰キャこれ加工して載せよう。ょっ、君バズってるよなんか、女子の加工のせいで変な顔になっちゃってるのが逆にウけてるうわっ、ナの顔、キモキモいそれに比べてタケル君のキメ顔、ヤバいやっぱ男はキメ顔だよねな、な、な、ないしんキメ顔好きってキメ顔いや、キメ顔キメ顔あ、キメえ顔だキメ顔だよキメ顔、それキメ顔 あれからみんなにバズり豚って呼ばれてるんだけど豚あじゃあトップガンをイケメンに加工したりして印象変えればいいんじゃない天才じゃんでしょじゃ肌のトーンとか上げてみるわいいねどうどうどう肌が前よりピンクになって豚感増したオーフトーンアップそれじゃダメじゃないじゃ逆に黒くしてみるわおおコメントきた早っ素敵ですねとかうわんで焼豚えステーキですねカンンニグがバレるキャ 今回のテストマジ脳弁だわキツイそれだわかるガリ弁ってダサいよね男ならガリ弁の真逆ぐらいがいいよねほらほら聞いた <laughs> <laughs> ガリ弁の真逆ってことはデブ脳弁 <laughs> デブ脳弁 <laughs> えーもう少しでテスト配ります君脳弁だから欠点なんじゃない <laughs> いや大丈夫携帯で教科書の写真を撮ってそれを盗み見するから <laughs> おいカンニングかよ <laughs> この方法なら天才の頭脳をそのまま映せるおお無断天才 全問解答ってかはいじゃあテスト配るから喋るなおいなんだ今のお前か長井いや適当に理屈並べればおい何の音だって言ってるだろ多分おならおい理屈先生を採点する教育ママでは三者面談は以上となりますあ最後に少しいいですかあはい何ですか えー、私から先生にも成績をつけさせてもらいましたこちらが2学期の成績となっておりますえどういうことですかうん私が思うにはこの辺をもう少し強化したいいやいや状況が読めてないんですけど <laughs> 国語読む能力1えあ状況が読めないって言ってる意味がわからないってことですあ聞く能力も1ああ下げないでくださいちゃんと説明されてないんだから分かりませんよお母さんの話す能力の方が1なんじゃないですか うざさ5。うざさえ僕の成績、うざさ以外1ですかこんなの正当な評価だ。ああ、いやいや、ルックスは5。え <laughs> まあ、そこは満点で間違いないか <laughs>。100点満点中。陽キャの秘密を抑えてマウントを取る陰キャ。おい、この教科書の写真、長いに似てね。うざ、あいつのことツイートしてやるわ。ツイートって割れましたんん。<laughs> なんて。 めっちゃ顔かぶっててそちなこと「往フ、誹謗中傷」あいつの短所は短所だったかおいな教員何コそコそしてるんだバレたくないことでもあるのかいやなんでもないですてか君も弱みとか握られないようにしないとね実は秋山と同じ弱み持ってるとかないよね一緒にしないでよ <laughs> 僕は火星だから往フ、オーかぶってる短所丸かぶりしてんよゃいや僕の場合秋山と違って短所じゃないから <laughs> おい 秋山が君がかぶってるとかじゃなくてねな,なんかフォローしてし秋山君も本気出したらむけると思うんで <laughs> あっ加勢してきてる <laughs> 道徳の答えに点数をつける先生今日の道徳は善人とはどんな人のことかだ軽く話し合ってみて女性を守るためなら命を懸けれる人 僕みたいるんッ <laughs> まあ男にはかけれないけどおいベッドインにベッドしてる女子とのその後にかけるのは確率低くねいや知らないのかけ事って初心者ほどワンチャンある <laughs> あバギナーズラックアンパ一体かお長い井善人とは何か分かるかうん女性を助けるために命をかけれる人ああ不正解だブー4点え道徳で不正解 先生正解とかあんのまあ善人は知らない間に周りから好かれてるやつのことを言ったりするな僕も結構周りから好かれるタイプ <laughs> お永井は周りから好かれてる善人タイプかあまあまあ多分 <laughs> はいブー本当の善人は周りに好かれてるなんて自分では言わないんだ不正解道徳で引っ掛け問題自販機の下を漁ってたのを見られた陰キャあんま大きい声では言えないんだけど 僕、ここら辺でお金儲けしててさ。大きい声では言えないって、アングラな場所で稼いでるのかまあ、そんな感じ。うん、どこ自販機の下。おーフンンダーグラウ裏金ってやつか。ここでやるから見てて。お<ー>じゃあ、対戦同じです。何それ希望通過儀礼ってやつか。はい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 。これは勝った。勝った。勝ちました。勝ちました。<laughs> ごめんあ。勝ち判定っばヤバめ。それもう無価値だろう。よいしょ。次僕行っていい <laughs> 対戦を出します。<laughs> え肝あいつ自販機の下あさってなかった今。誤解されてるっぽいんだけど、普通に侵害。あれだしね、掃除してただけだしね。あ<ら>しかも手で洗ってた。オープンウォッシュ。え何が何だこつ先生が切れてる時に、屁をこいた陰キャ。はーい、授業中は静かにしろ。表記はうるさいって。っていうか先生ってさ。 若い頃のキム・ジョンに激似じゃねえク <laughs> てる。やルヤ <laughs> こらガヤガヤするな先生が優しいからって舐めてるのかキツイ指導に変えるぞキム・ジョンウンたキツイ指導って <laughs> 処刑かな <laughs> 挑戦的指導者おいなんで今白い歯が見えるんだ科教員なんで君は虫なんだよそんなよ僕の歯がスルーだったのは白くないから毛布虫歯開けてるのにクローズって <laughs> マジお腹痛い,い <laughs> おいお前今の音笑い声か本気で怒るぞ正直に尻から吹き出したって言えば笑ってるのがバレる方が怒られるよん尻がなんだあ勝手に携帯がお前の尻 <laughs> 鼻くそ食べたのがバレる陰キャ うわ、陽キャにだけは見られたくなかったのにな何衝撃的な場面でも見られたのいや全然衝撃的じゃないよただ鼻ほじってただけああ全然じゃあ <laughs> でそれ食べただけあおお不食刑気食あり陽キャのやつ君が鼻くそ食べてたことみんなの前でいじってくるんじゃないその時は嘘ついて訂正するから大丈夫 <laughs> おい永井今日は鼻くそほじって食べないのかえほじってないけどじゃあなんで鼻に指入れてたんだよおお 逆に外に出そうな鼻くそを抑えてた。おぉ、ほじほじ。鼻垂れないようにしてたってか。いや、指についたカスみたいなの、口に入れてるの見たから。え、もう、鼻くそじゃない。別の何かって言い張れば。ああ、あれは、目闇だよ。目くそ話そャえー、こないだ撮ったクラス写真配ります。<laughs> 今日クラス写真おかずにしようかな。うわ、やばちなみに誰をまあ、どうせおかずにするなら。 クラスで一番上の一軍女子頂点してわ上昇志向いただきますってか君のクラス写真見ながら妄想したのやば <laughs> てか妄想の中の一軍女子自分からめっちゃ脱いでくれるうわあいつら変態かよおかず自ら身を差し出してくる刺身だったわけか <laughs> <laughs> でも脱いでからの行為自体は全部僕任せもうオフマグロ <laughs> それも君の差しかけんだろ <laughs> これ今日から一人ずつおかずにして 暮らし写真の女子、全クリしようかな。爆 <laughs> あ、でもあの暮らし写真漏れてないことか、写り悪いことかも、結構いるくね別に生写真をおかずにしなきゃいけいんだよ。どういうこと。あの写真をデータ化して、アプリで可愛くすれば、全然おかずになる。あ、加工食。盛り付け上手で。銀行強盗を撃退する教育ママ。おい、金出せ金。騒ぐなよ。あの、ちょっといいですか。なんだ。俺に文句でもあんのか。あ、文句というか常識的な話で。 お宅、マスクをされてないようですが。はなんだお前。もしかして警察か <laughs> はい。マスク警察です。えあ、俺をただの客だと思ってんだな。マスクか。うん、マスクな。これで満足か <laughs> あー、アクロマスクかー。おい、なんだお前。お、俺はな、強盗だぞ、強盗。<laughs> あのね、後藤さん。あ、強盗じゃないです。うん、銀行に行く強盗。わかる銀行に行く強盗あ 強盗あ、バカだこいつ犯罪者だよ、犯罪者え犯罪者の強盗あ、強盗あ、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 おい、強盗だおい、周りにバレたじゃねえかいうるせえぞ死にたくない奴は手をあげろはいはい死にたくないですあ、手をあげろって挙手制じゃないよエアドロップで先生に誤爆した陰キャ今晩のメインディッシュ何にしようかな逆にマグロかな逆にマグロメインディッシュってもしかして <laughs> うわ モーフシーフード海鮮料理ってか <laughs> ダウンロードし放題の最強サイト見つけてさえそれ大丈夫なんですもう今の時代は普通だから<ん>海賊版サイトがあ大公開時代時代の流れだね <laughs> ついに動画界隈でも来たね <laughs> 新しい波オーフニューウェーブ <laughs> <laughs> 昨日保存した一チオ動画送ってあげようかマジあじゃあ,じゃあエアドレで送ってくれない <laughs> おい 誰だ、動画なんか送ってきたのしかもこれアダルトな動画じゃないのか君終わったねいやアダルトってことではないからギリセーフかも本当に何のジャンルの動画送ったのケツ穴動画アダ,ルバアダルトアダルト